皆さんこんにちは。この動画ではスコアアップを目指すゴルファー、特に100切りを目指しているゴルファーのためのガーミン製品の活用方法についてレッスンを交えて紹介していきます。進行を務めます中島美玲香です。プロゴルファーの小暮です。ガーミンジャパンの酒井です。本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。この動画ではガーミンのアプローチ S62 を使ってスコアアップのためのコース攻略の仕方を学んでいきたいと思います。今回の動画テーマはショートホールでの注意点です。小暮プロ、はい、ショートホールでの注意点について教えてください。やはりこうショートホールというのは、はい、やはりこうピンまでの距離、そういう意味では高低差も見なければいけないし、風向きも見なければいけない、はい、風向き、はいはい、ですからアゲンストなのかフォローなのか、そういうのがこうデータが分かるとやりやすいですね。そうですよね、大事っていうならば見なきゃいけないですよね、はい、でこのガーミンの S62 を使うとですね、見ていただくと手前までの距離とセンターまでの距離と奥までの距離がこう出てきます。もちろん高低差も出ます。おすごい。と同時にこの見ていただいて、はい、この風向きと風速というのをこれを押していただくと、今アゲンストの風が3メートル、はい、でこれは、はい、観測所からのデータを取ってますので、非常に分かりやすいと、はい、これ見るとなんかちゃんとまた打つ時の打ち方とかも考えられますよね、はい、そうですね、はい、でアマチュアゴルファーにとっては、この状態を見ていただくと少しピンが手前なんですが、バンカーが手前に3つ見えます。ありますね、はい、でこのバンカーを避けたいと思うんですが、そういう時に注意しなければいけないのは実は奥のバンカー。奥のバンカー手前にバンカーがありますが、手前のバンカーに避けるように大きいクラブを持ちます。そこで注意しなければいけないポイントが1つあります。それは奥のバンカーに入れないことです。つまり奥のバンカーの手前までの距離が分かるとプレーがしやすくなります。そういう意味では、ハザードビューという機能があるので、これをちょっとチェックしていきたいと思います。はい、ハザードビュー、はい、おこれを押していただくと、ね、はい、奥のバンカーまでの距離が、奥のバンカーまでの距離が、よいしょ、これだ。そうですね、奥のバンカーの手前までの距離が今167と出てます。はい、出てます。つまり今私はグリーンセンターで見ると150前後なんですが、141なんですが、それから167までクラブを打っていいということになるので、ここは8番ではなく7番を選択したいと思います。今6番ユーティリティと5番ウッド持ってますが、そうですね、5番ウッド、はい、はい、行きたいと思います。では打ってみましょう、はい、中島さん、はい、ショートホールではどんなミスが多いですか？ショートホールはやっぱりトップしやすいんですよね。なるほど。では今回ショートホールでトップしない方法を一つ説明します、まずトップしやすい原因は肘がインパクトで引けてしまうという形が多いですね、はいはい、この時肘が五角形になるので両肘を少し絞って内旋を強めます、はい、でこの状態からバックスイングして腰をターンしながら両肘の間隔を伸ばした状態でフィニッシュまで行くと実はトップのミスが減ります。あまり意識してなかったのでちょっとやってみます、はい、では早速打ってみましょう、はい、こう上げて手を伸ばして、でそこから腰のリードをしながらフォロースルーで手を伸ばしターンして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 、コマですね。そしてそこからこういう形でしっかり伸ばしてフィニッシュまで入っていくと、はい、なんかしっかり伸ばすことが大事ですね。そうですね、ここは伸ばすことが大事、はい、ナイスショット。おどうでした、今のは手が伸びた感じが。伸びた感じしました。なんかこうボールもスーンって言ってくれたので、はい、やっぱりちゃんと腕を伸ばすことは大事ですね、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今回のテーマはショートホールでの注意点ということでしたが、はい、なんかこう大事なポイントが結構詰まってましたね。アマチュアゴルファーにとって、ショートホールでニアピンがかかってたりプレッシャーもかかるので、どうしてもピンに乗せたいという気持ちが
働くと思います、はい、この場合は手前にバンカーがあるのでそれを避けようと思ってついつい大きいクラブを持ってしまいがちです。しかしこの S62 を使うことによって多くのバンカーまでの距離が把握できる、そして風向きも分かるので、うん、クラブ選択に迷いなく打つことができます。ぜひこの S62 を使ってグリーンを捉えていきましょう。はい、ということで皆さんぜひ参考にしてみてください。それではアプローチ S62 のラウンドで役立つ機能について解説いたします。今回はハザードビューと風速・風向き表示です。ハザードビューはコース内のバンカーやウォーターハザードの位置を把握し距離を計測する機能です。コースマップと連動しており、コース内のどの位置のハザードを計測しているのか非常に分かりやすく表示します。続いて風速・風向き表示は真ん中に風速が表示されます。三角の突き出た部分に向けて風が吹いていることを示しています。風速・風向き表示の機能はプレー中もガーミンゴルフアプリとのペアリングが必要です。風速と風向きの情報はスマートフォンのネットワークを介してガーミンと提携しているプロバイダーから提供されています。時計がその場の風を計測しているのではなく、ゴルフコースがあるエリア全体の風をネットワークを介して時計に表示をしています。コース全体の大きな風の流れを把握するのに役立ちます。ハザードビューと風速風向き表示の操作の解説です。マップをタップすることでハザードビューの機能を呼び出します。画面下の矢印をタップし、計測したいハザードを選択すると、ハザードまでの距離とハザードを脱出するための距離を表示することができます。風速風向き表示はメニューから風向風速をタップして表示させることができます。